どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらでございますよ。ザ・タワーズ台場でございます。かっこいい。今は敷地南側のですね、交通量の多い通りにおります。ここまっすぐ進むとですね、シティターズ東京ベイの有明に入ります。有明のタワマンとですね、目と鼻の先なんですけども、こちらのザ・タワーズ台場に関してはですね、東京都の港区アドレスとなります。お台場で唯一の分譲マンションとなります。内廊下に各階ゴミ置き場、ディスポーザーにゲストルームや屋上スカイテラスなどの今の時代のタワマンスペックですね、備えつつも、このマンションの大きな特徴がやはりこちらです。駐車場設置率がなんと 100% でございます。こちらの自走式立体駐車場の中に機械式も混合しておりますので、全てが平置きというわけではないんですけども、双方を除いてですね、全個分用意されております。下の階に関してはですね、平置きになっておりますので、まあタイミング次第ではありますけども、東京都港区台場で自走式の立体駐車場の中の平置き区画が取れると、これは今の時代なかなかないですよね。駐車場足りない問題もですね、特に東京湾岸はですね、そういった問題を抱えがちですので、駐車場設置率 100% というのは大きな強みとなります。そしてメインエントランスに関してはですね、こちらのゆりかもめ側にございます。この辺はですね、アニメのラブライブでもですね、よく背景として出てきますけども、入り口から水物ということで、新築時のメイン売り主はですね、オリックスでして、この付近ではザ・東京タワーズ、そして私が住んでおりました千葉セントラルタワーとですね、同じ売り主ですので HHK でございます。どちらかというとですね、生活感のないタワーマンションとなります。なのでザ・ファミリー向けですかっていうと、そっちとはですね、逆のですね位置におるんですけども、足元には保育園だったりクリニックモールだったり OK ストアもですね入っておりますので、日常の買い物店等もですね便利です。ゆりかもめの反対側には丸越もございます。2棟構成になっておりまして、バルコニー出て少しですね斜め向くと向かいのですね、自分のマンションの違う棟が目に入ってきたりはするんですけども、部屋の中からはですね、気になりにくいような角度にしてくれております。OK のですね、駐車場もございます。OK までの動線はですね、ほぼほぼ屋根がございます。住民の方の車の出入り口に関しては、基本的にこちらのゆりかもめ側からですね、入ってゲートがございます。いや、この水物いいですよね。ここを通ってですね、自宅に吸い込まれていくという。車移動に関しては、首都高の出入り口すぐです。もうここレインボーブリッジですので、千葉方面も横浜方面も、都心方面も行きやすいと。ザ・タワーズ台場はですね、お台場で唯一の分譲マンションではあるんですけども、住宅自体は多いエリアです。UR であったり、都民タワーですね、ございます。それもあってこっち側の街の中に丸越が入っていたり、これから歩いていきますけども、学校関係も近いです。タワーズ台場から北進していきますと、お台場レインボー公園、こちら大きいですね、芝生広場、そして遊具等ございます。そしてその北側にありますのが通学校となります小中一貫校のお台場学園です。以前からの名前はそのまま引き継ぎまして、紅葉小学校、紅葉中学校、ここまでですね、大人の足で5分ほどです。信号引っかかるとプラス数分といったところです。公立校に関しても十分近いです。そして物件目の前の信号は渡りますけども、こちら非常に歩きやすい道となっております。そしてお台場といえばこちらですね、お台場海浜公園でございます。ここは東京都港区でございますよ。それでいて、このリゾート感でございます。
ちょっと距離あるんですけど、久しぶりにですね、台場公園まで行きたいと思います。日光浴されてる方がたくさんいますね。いいですね。対岸側の晴海フラッグが見えておりますね。建設中のパークタワー勝どきも伸びてきましたね。この端っこまでは先ほどのですね、ザ・タワーズ台場から少し距離あるんですけども、こちら最初に来たいっていう時はですね、駐車場がございます。この駐車場再開しておりますので、利用することができます。今日私はですね、台場シティに車を止めて散策しております。まあ、どっかに止めて散策っていうのがですね、いいですね。ザ・タワーズ台場に関してはもう車移動メインですよ。自家用車だったり、タクシーだったり、そういった方の方が合ってきます。ゆりかもめのですね、お台場海浜公園徒歩2分、臨海線、埼京線直通ですね、東京テレポート駅徒歩5分っていうところで、まあ、駅もですね、近いんですけども、まあ、一概に言えないですけども、電車っていう感じの価値観の人はそんなに多くないんじゃないかなと。まあ、もちろん電車通勤であってもですね、例えば渋谷通勤だったりすると、臨海線からですね、ラッシュ逆走になるので、通勤、痛い通勤ではないですので、電車通勤も便利ではあるんですけども、どちらかというとですね、車移動の方が便利です。それもあって駐車場はちゃんと設置率 100% にしてくれていると。で、車持たなくてもですね、もうタクシーバンバン走ってますので、こちらも便利です。ここから見るザ・タワーズ台場もかっちょええですね。あのティアラかっちょいですよね。スカイテラスから見えますよ。かっこいいですよ。お台場学園出身ってかっこいいですよね。ご出身どちらですか？お台場です。かっこいいっすね。なんかミナートークブランドとはまた別世界ですよね。台場ブランドですよね。台場公園側は久しぶりに来ました。これ結構距離あるんですよね。あそこの駐車場が一時閉鎖してたんですけども、あの上の階とかですね、車を撮影するには結構いい場所でして、私もですね、あちら何回か利用した時に来たぐらいですね。こっちの公園は今日はですね、ちょっと暑いかなぐらい程度なので歩いてこれます。これ真夏だと結構なですね、距離感です。まあ、ただお台場来るときはやっぱ時間を忘れてっていうところですので、ぜひあっちの台場市だったりとか、あちら側に車を止めたとしても、もしくは電車に来たとしても、ぜひこっちまで歩いてみることをお勧めいたします。一気にザ・タワーズ台場好きになると思いますね。さあ、歴史ある台場公園へと入りました。お台場海浜公園自体がですね、通常時の平日はそこまで人いないんですけど、こっちの台場公園に来るとですね、より人口密度がですね、低くなります。なんか歴史ってすごいっすね。面白いですね。こうやってスマホで歴史を知るですね、きっかけを作ってくれてますね。埋め立て地とは言っても、もうその埋め立て自体がもうかなりの海の昔のエリアも多いですからね。夜なんかも素敵っすよね。私もデートでよく来ましたね。あと私事ですけども、前職の鉄道会社自体にゆりかもめ勤務したことがあって、ゆりかもめの社員ではないんですけど、当時のゆりかもめってゆりかもめの純正な直営社員さんってそもそも少なかったんですね。いろんな鉄道会社だったりとか、あとは東京都からですね、出向組が多くて、私もその出向でですね、ゆりかもめの駅ですね、8ヶ月が1年弱ぐらいですかね、勤務させていただいたんですけども、まあ、15年とかもそれぐらい前の話なので、だいぶ前ですけども、非常にですね、馴染み深いエリアでございます。クラウドタワー芝浦が伸びてきてますね。東京タワーもバッチリ見えます。晴海フラッグの入居始まるのも楽しみですね。こちらの台場公園ですね、一回降りればですね、ぐるっと回ることができます。さあ、ザ・タワーズ台場、少しずつですね、欲しくなってきたんじゃないでしょうか。私も欲しくなっております。物件概要でございます。売り主はオリックス不動産、東京建物、阪急不動産の JV です。オリックス色が非常に強いマンションです。施工は三井住友建設です。倉庫数は525個、占有面積は 30.59 平米から 176.9 平米、33階建てです。ゆりかもめのお台場海浜公園駅徒歩2分、臨海線の東京テレポート駅徒歩5分、アドレスは東京都港区台場2丁目です。2006年6月に竣工をしております。第1期のですね、販売概要、ちょうど私がマンション好きになって少し経ったぐらいの物件なんですけども、第1期販売概要、
1990万円から2億円ということで、第1期のいっちゃんいい部屋を買っても2億だったんですよね。平均坪単価は約275万円。ただ当時それが安かったですかっていうと、むしろ高かったですね。まあ、なかなかお台場に住むっていうですねイメージが湧きにくいと、もうその前から UR 等はですねありますけども、まあ、同じ単価を出せばですね全然他の場所も選べた時代ですので、今思えば安かったと。56平米台で4000万円前後、80平米超えてもですね6000万円前後で購入することができました。一部双方があるという形です。そして今買うといくらなといったところですが、平均で坪単価420万円ほどです。タワーマンションですので部屋によって大きく異なるんですけども、坪300万円切りはオーナーチェンジでも見なくなったなといったところですね。今現在のですね売買価格からの利回りとしては 4% 弱といったところなんですけども、新築時の価格からすると結構な利回りの高さになるので、貸してる方も多くてですね賃貸ちょくちょく出てきます。そしてオーナーチェンジでの売却も多いと。でオーナーチェンジだとですね坪300台もまあ見るかなっていうところです。ただ現在の平均で坪単価420万円って周りの新築マンションめちゃくちゃ高くなってるので、なんか現実的に感じちゃいますよね。駐車場ですね、利用料金ですね1万円から2万6000円ってことで、港カードですね、したらかなり抑えたものになっているんですけども、設置率が高いのでそこの収入がですね生きておりまして、管理費の平米単価としては月額約289円です。内廊下で各階ゴミ置き場でディスポーザーあって、24時間有人管理で等々ですね、あと共用施設ありますので、そこは今の時代の新宿タワーマンに比べるとだいぶ現実的に感じやすいですね。このお台場海浜公園から振り返りまして、かっこいい、超かっこいい。この砂浜で日向ぼっこしつつ我が家を見つめる、いやーいいですね。なんですかこのかっこよさ。見つめずにはいられない、恋が動き始める、欲しいマンションさえ変わる、思いだけが揺れる。皆様マンション選び外観も大事ですよ。見つめずにはいられなくなってしまうマンション出会ってください。やべえ、やべえ、ザ・タワーズ台場マジで住みたくなってきた。私こういう街好きなんすね。道が広々してるっていいですよね。で歩いてて見る建物が日常を非日常に変えてくれると、こうやって自宅に帰っていくときに自分の家見れるっていいですよね。これなんかもう車で一言が見えるのでテンション爆上げですよね。お台場海浜公園駅がですねすぐなのと、都営バスの停留所もすぐ近くです。門前仲町、豊町へ向かうことができます。運行本数もですね充実しております。こちら時刻表です。そしてお台場レインボーバスも走っております。こちらは品川、田町方面向かうことができます。まあ、ザ・タワーズ台場住む方はもうさっとタクシー捕まえちゃう方多いんじゃないかなと思います。デックス東京ビーチにアクアシティにダイバーシティとありますので、チェーン店系のですね飲食店も充実しております。ザ・タワーズ台場からですね臨海線の東京テレポート駅まではこちらのテレポートブリッジをですね経由することができます。そのため首都高をですね挟んではいるんですけども、非常に歩きやすい道のりとなっております。有明のシティタワーズ東京ベイと同じで、南方向の住戸はですね首都高を背負う形になりますので、音問題だったり排気ガス等気になる方はですねレインボーブリッジ方面の買った方がですね合ってきます。ただ南方向ですねこちらぐーっと抜けてきますので、南方向は南方向で今後ですね再開発で変わっていく街並みをですね望むことができます。江東区有明のシティタワーズ東京ベイ、港区台場のザ・タワーズ台場、非常にですね似たような立地条件となっております。でこちらのテレポートブリッジですね、土地を降りていくと
臨海線の東京テレポート駅、まあ、真っすぐ歩いていくとですね、ちりかわめの青海駅となります。メガウェブが2021年の12月31日、ゼップ東京が2022年の1月1日、ヴィーナスフォートが2022年の3月27日に営業を終了して、そしてついにですね、こちらの大観覧車に関してもですね、お隣の森ビルのデジタルアートミュージアムとともにですね、2022年の8月31日で営業終了となります。そして今後はですね、森ビル、トヨタ系企業によってホテルや商業施設、アリーナなどが建設される計画です。もともとはですね、2009年頃ですね、借地期間満了でですね、閉鎖される予定だったんですけども、リーマンショック等々の影響もありまして、そこから更新されて、今度は更新せずにですね、再開発となります。楽しみですね。そして、夢の大橋をですね、渡った側ではですね、テレビ朝日とですね、コナミが進出してきます。テレビ朝日は、六本木からの完全移転ではないとは思うんですけども、今後このエリア5年10年かけてですね、また大きく変わってくると。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。記事の方ですね、同時に公開いたします。こちらの動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。プラネット、台場、その惑星に住める日が来る。ザ・タワーズ台場、検討候補の一つにされてはいかがでしょうか。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。